グリーーンンコミュニケーションご案内役松岡千鶴ですこの番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。 この番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあ5月に入りました爽やかな季節こう気持ちのいいのな,なっていうそういう季節のはずなんですが あの皆さんの口から漏れてくるのは暑いなーっていうねそういう言葉ですよね、うん、そして外国人観光客の方も日本は暑いなーっていう1か月前はあれ春なのに寒いっていうそんな感じだったのにもう本当に季節が様変わりしたそんな感じですさあふんふんとなんか <laughs> お返事が聞こえますがさて今年は戦後70年歴史の大きなターニングポイントに あるような気がするんですがさあ今回は戦後70年平和主義ってなんだろうそんなテーマでお届けしますコメンテーターはおなじみ立命館大学国際関係学部教授でいらっしゃる君島明子さんです お久しぶりです。はい、こんにちは。お久しぶりです。前回前回いつでしたでしょう。私が喋った。去年の十二月ぐらいだったと思います。すはい、はい。あのー、<laughs> もうあの三、ー、ヶ月会わなかったらもう一年会ってないようなそんな気がしますけど。うん、今変化がはっ。<laughs> スピードが速いんですよねあそっかものすごいスピードで今変化しているので日本も世界も世の中がいろんな 1, 年1年経ったらまるで違う世界にいるっていう感じがしませんかそうですねやはりそういう意味でそれがターニングポイントという言葉が当たるのかどうかも分かんないですけどもいろんなことが起こるということですね、えー、世界中で動きの激しい、えー、今世界こう歴史で後で振り返って 見てみると、ええあのー、去年とか今年が一体どういう年になるのか非常に興味深いところなんですが、ええ、さあ、あのー、5月というとこう長らくおられたアメリカはどんんなな感じなんですか月、あのー、結構子どもの姿もその旅行者の中で見かけるんですが、うんはい、何学校行ってんのかなと心配になるんですが。アメリカののの学校は8月の最後の週ぐらいに 9月の上旬8月の最後の週ぐらいに1年間の学期のが始まりますよね学校は小中高大すべて。<ー>で終わるのがなんか秋のセメスター秋の楽器はクリスマスの頃に終わってで1月に、えー、春の楽器が始まってでその春の楽器が終わるのが大体大学なら4月末ぐらいで授業が終わるんですね。で5月中旬に卒業式とで小中学校だと。 5月いっぱい6月まで入るところもあるかなという6月には終わりますねその学期がだから一、えー、年間の,の学校の終わりの時期ですよね今あ5月というのが一年間の中でそのやっぱりそういう教育における区切りの終わり卒業の時期です卒業の時期ですね日本で言えば4月日本でいうと3月末3月という感じですよねあそうですか、はい、こうアメリカの 季節としてなんかそういう時期がふさわしいとかなんかちょうどいいとか,なんかああそういうことはあんまり関係ない習慣的なものということですかそうですねそうですかそういう中でこの戦後70年ということでえ日本のその政治におけるやはりそれを意識した変化もあると思うんですがそれから何かを変えようという流れとかそれからあのこう 天皇陛下がた例えばパラオに行かかれたとか、はい、それは70年を意識してとか、はいえー、それから安倍さんの,あの談話が一体どういう内容になるのかとか、はい、非常にこうメディアで報じられることが多いと思うんですけども、はい、どうでしょうかその平和学という意味でその戦後70年というのは何どういう意味がまず ああるるんでしょうかどどういうかかどい意味だから10の区切りでいく受信法にそんなにとらわれる必要もないんですけど、まあ、10, 10年区切りデケイズですよね一つの10年デケイズ英語で言うと、はい、10年でつ区切りデケイズっていうわけです。でケイズっていうのが10年のことを英語でデケイズっていうわけですけど<ー>だからまあ10年区切りで見ていくって振り返っていくっていうのはもちろん悪いことではないわけではい、はい、で まあそう考えると70年年ですよね今年は1945年に戦争が終わって、えー、日本の敗戦から70年目でで何て言うんでしょう70年間をこう総括するみたいな全体としてどういう時代だったか今我々はどんなところにどんな地点に立っているのかっていうのを振り返るにはいい,い,いわけですよねいろんな意味で。で、はい、70年っていうことはもう人が寿命に近いですから。 直接経験者いいいなくなくるというそこが大きいですね。あの今お話ししながら、ええ、そうだなと思ってたんですが、うん、なんか被爆者の方も非常に高齢化されてますから、はい、なんかつまりアジア太平洋戦争の経験を持っている人がいなくなるとこれから。あ<の>自らの言葉で伝えることができる人がもう、ええ、やはりおっしゃったように、ええ、あのー えー、広島の被爆された方もアメリカでそんなふうにこれが最後だというふうにおっしゃってたような気がしますが、ねうん、10年後にはあま,あまりもう残ってないでしょう、ね。はい、と思います。 こう語る人がいなくなるというのはあのこう天皇陛下や皇太子殿下のこうお言葉というのがよくこう新聞に掲載されたりニュースにもあの流れたりするんですけれどもそういう,こう戦争惨禍を語り継ぐ人がやっぱりそれを語り継ぐということが非常に大切だということをよくおっしゃると思うんですけれどもやっぱりそ,れそういう意味に。 そういう意味もありますし、はい、で逆に言うとそれが行き過ぎると戦後70年は日本は平和だったみたいな話になって、まあ、実際それは戦後70年日本は武力行使をしてませんから日本から積極的に戦争を仕掛けたことはないので戦後70年そういう意味です,すごい意味があるわけですけど逆に言えば世界の各地で戦争が絶えたことはないわけですよ。あの第二次世界大戦戦戦が終わった後も朝鮮争争ととかかベトナム戦争とか 戦争ずっとあるじゃないですかあるいはアフリカで内戦がありますよ、はい、で戦争がない時期なんてないんですよ実は過去70年で,、ね、で日本列島は平和だったんですでそれはいいことですけどでも世界は全然平和じゃなかったのにその世界が平和じゃなかったことについて日本人がちょっとこう距離を置いて一言みたいに見てたとしたらそれは駄目でしょうそういう可能性もなきにしよう,ういう面があった<と>だから戦後ののの日本の平和主主義義は孤立主義の面が強かった はい、孤立主義だったわけ、日本列島に引きこもってたんですよ、それは。はいはい、で、日本列島に引きこもるのは理由がありますよ、だってそれ侵略したから、日本軍が侵略したから、日本軍は引きこもれとって言われるわけですよね、ではい、そういう意味で意味はあるんですが、孤立主義的になるのは意味があるんですけど、いつまでも、まあ、軍が引きこもるのはいいんですよ、それは。ただ、日本人があれ、日本政府が世界の問題に無関心でいていいのかっていうことは問われる。 だから今安倍さんが積極的平和主義というわけで,でその中身はこうよく吟味しなきゃいけないんですがただ日本人があるいは日本の政府が日本列島に引きこもってればいいという考え方は正しくないとは思うんですねそれはで「積極的平和主義」って言葉はちょっと魅力的に響いてしまうそれだけ聞くとあ。安倍さんの言う「安倍さんの言う積極的平和主義」って言葉は一見 まあ演説でも多用されたり、うん、でだから国際協調主義に基づく積極的ケア主義って言葉だけ見るとそれはい,いいことですねって話になっちゃうんですよ、その中身をこと言葉だけ見るとそれは悪いことじゃないんですよ、はい、中身が問題なんですけどね。っていう、だからそれは戦後70年振り返ったときに日本は武力行使しなかった、戦争しなかった、それは立派なことでいいことですよ、でも世界各地で問題があったのに対して日本人とか日本政府は傍観してたんじゃないか、それは。 で,それでいいんですかとといううことは問わわれると思うわけです、はいあのー、そういう時に、はい、一体何をするべきかどういうふうにするべきかというのが、ええ、非常にこう人によって考え方の違いがあると思うんですけども、はい、今日はこの平和主義って何だろうというところは、ええはい、ここはその安倍さんの言う平和主義というのは、えー、まずはどういう意味 なのかちょっと教えていただけますか。いいですか。今喋って、はい。もちろんです。ずっとしゃべっていただけたらありがたいですけど。<laughs> えー、そうです。はい、あの安倍さんのいう積極提ヤ主義っていうのは安倍さんは2013年の9月ぐらいから使い始めた言葉ですけどこれは。だからもう1年半ぐらい使ってるんですよ。はい、そうですね。で,で安倍さんの言ってる積極提ヤ主義は日本国憲法とは何の関係もないです。そこは誤解してはいけません。はい。全然関係ないです。それは。 はい。で、外務省の言葉です。この言葉は、<ー>外交外務省の人が使い始めた言葉です。安倍さんが言うよりも前に外務省で,そう,で外務省がそういう何か始めたわけ。外務省が。そうです湾岸戦,戦争の頃から言い始めたんです。外務省が。へえ、どういうふうに使えるんですか。そういう湾岸戦争の時の。湾岸戦争はご存知で、もちろんご記憶です。はいはい、だって今の大学生は湾岸戦争、は <laughs> 今の大学生って湾岸戦争の後に生まれてるので。はい。 <laughs> 松岡さんは生まれてましたね。<laughs> 生まれてます。はい、あの湾岸戦争の時に、あのこれは有名な話ですけど。そのアメリカから日本に対して、人を出せと言われたわけです。はい、言われました。自衛隊出せと。はい。言われたわけですよ。で、自衛隊、日本は断ったわけど、憲法上できませんっていう話になる。で、その通りできないんです。で、湾岸戦争が終わった後、あの。クエとかどこかが、あの感謝。のメッセージか、広告を出した時に、日本の名前が抜けてたんです。 ああお金90億ドルも出したんですよ、はい、巨額のお金を出しながらあの感謝されなかったっていうふうにそれはよく話題になりましたよねそ,ででその後、うん、で日本外務省のトラウマなんですよこれはフラッグだけっていう、うんあのまあ、フラッグだけっていうか お金だけなんですよね、はい、その時実際は言ってるんですけど終わった後総会海が言ってるんですけどやっぱり湾岸戦争の時に自衛隊を送れなかったでそれが世界から評価されなかったっていうことが日本外務省のものすごいトラウマで自衛隊を派遣しなければダメだととにかく自衛隊を派遣しなきゃダメだっていうのが外務省の信念ですよねそこから始まるのでだからあの一国平和主義消極的平和主義ではダメだと積極的平和主義っていうのは自衛隊を派遣することを意味するんです基本的に。 その,あの経験から出たその積極的平和主義、恥ずかししいいい思いをしたという,そうですトラウマです外務省のトラウマから、からだから日本の,あの政策は積極的平和主義でなきゃいけない、自衛隊を派遣しなきゃいけない、派遣するという、で派遣ほぼイコール,、うんイコールで、派遣するように、憲法解釈も変えるし、憲法も変えるべきだということになる。 はいその時は非常にその憲法が論議されましたですよね、うん、であのその時はまだ日本社会党って政党があったと思うんですけど、はい、その頃は、は<っ>反対しましたよねあの派遣することに対して<っ>で,でも最終的に PKO を派遣できるようにした法律を作りましたで90年代のその頃からずっとあの外務省は集団的自衛権行使ができるべきだとずっと思ってるし言ってきたんですよ だから今回の今集団的自衛権行使を認めるっていう閣議決定をしましたが去年、外務省の悲願なんです、もう20年来の悲願なんですよ。<ー>だから別に安倍さんが言い出しただけじゃなくて、日本外務省はずっと思ってたことを今やってるんです。<ー>だから安倍政権が現れたのは外務省にとって非常に良かったんです。あそういうい関係性なんです,かそうですだから互いに利用し合って安倍さんは外務省、<ー>安倍さんの考えと外務省の考え、今一致しているのでということです。 どちらかというと外務省の方が前からずっと思っていることですよそ。それを安倍さんが変わって口にしてくれたり、安倍さんは外務省からするとまあいいんですよ。そういう意味では便利なあの強強<の><教>スピーカーというか便利っていうかあの先頭立って歩いてもっと恩憤な例えば福田さんとか過去の人たちから見ると、はい、もっとこうバリバリやるので安倍さんはということになる。そうですか。だから、はい、今の安倍政権を支えているのは外務省と通産省。 まあ経済産業省ですよね。外務省と経済産業省、業省も,も元通産省。はい。で財務省が外れてる。あそうなんですか。それは何を意味するんですかで。財務省はもっと財政に厳しいですから、はい、消費税値上げ、消費税のあの10%引き上げとかすぐにやらなきゃいけないと思ってるんです。はい。ところが延期したでしょう。そうですねで。おかげで日本国債の評価どんどん下がっている。え。だから世界は日本経済すごく低く見てるんですよ。危ない国家になりつつある。 そうですね。はい。で財務省はそれは困るんですよ。で財務省だから過去の自省庁によってそんなに考え方。違う。各省庁は。各省庁は生き残りをかけて激突してますから。各省庁が。省庁がそれぞれ。日本が生き残るんじゃないですか。省庁が生き残るんです。その属する官僚たちが自分たちの生き残りのために。そう。自分たちが省のためにやってる。あ、そうなんですか。日本というそういうこ。 かというだからその省にとっては自分の省がの言ってることを実現することが日本のためだってみんな思ってるからだから今の安倍政権では財務省が外れてるんですよへ<ー>だから日銀で揉めたじゃないですか総裁の問題で、はい、財務省からしたら今の日銀の政策は嫌なんですよ。あそうです健全じゃないです、はい んかお札吸っっててごまかすって話ですかまあそうですすで、ね、金融緩和というところですね。そで,そ,でそれはまともな経済政策財政政策がしたら相当いかがしいんで。うん、ですよ。あそうですよ。だか安倍政権を支えているのは外務省と経済産業省ですよね。はい分かりましたでそれは何にするかっていうとあの原発と軍需産業って話なんですよ。 あそうですねそうするとその企業というのもこう見えてくるというところなんですけれども近いところでいうとあ今日もアメリカにまだあの安倍首相は滞在中ですがそ、はい、そうですねその、えー、アメリカ滞在中、安倍さんはいろんなところで演説されました。ですはい、はいはいこう いろいろこうお考えあるかと思うんですが、ええ、どういうところが気になって、うん、評価っていうのはどんな感じでしょうか。あまあ一番重要なのはあのワシントンの議会で、あの連邦議会の上院と下院の合同会議で演説をしたということですよね。これが一何分か50分弱、うん、日本人として初めてですけど、でもパククネ大統領とか最近やってますけど、結構他の国の方々はなんだい 日本がやってないっていうのは日米関係があんまり日本を大事にしてなかったってことだと思いますけど、はい、でも今回で面白いのは安倍前回ホワイトハウスで首脳会談やった時私はホワイトハウスの前にいたんですよ。 <え>でこう抗議したんですよ、私は、憲法9条変えるなって抗議したんですよ、はい、2013年の2月前で集会やってたの、2013年,2013年2月22日に、私は、はい、ちょうど私、ワシントンに住んでましたから、その時に、アメリカの平和団、パックス・クリスティとっていう平和団体が、それ金曜日ですけど、その日、集会を開いてて、まさに首脳会談やってる最中に、で私はちょうど住んでて、そのことを知ったので、行って、ちょっと喋りましたよ、私。 誰とですか喋ったってスピーチしました、はい、ホワイトハウスの前でっていう、えーまあ、少人数の集会ですけどあそ,うすその時のオバマ大統領アメリカ政府の安倍さんに対する扱いは非常に冷たかったそうです、ね、ものすごく冷たかったです1時間45分喋って終わりで記者会見なし、はい、演説しましたけどその時の演説は議会でも何でもなくてシンクタンクで演説したんですよね。はい その時安倍さんはね。はい、でそ、その時と今回の歓迎ぶりの差はね、すごいです。驚くべき変わりよう。アメリカの変わりようですよ、ね。アメリカの変わりようです、ね。なん、はい、から安倍さんは変わってるわけじゃないです。はい、もちろん安倍さんはいろいろやったので。私から見たら相当問題あることやったんですけど、やったっていう。で、それはアメリカの政府から見たら評価できるっていうことでしょうね。それは。あと、私が一番思うのは。 あの中国のイニシアチブでアジアインフラ投資銀行という AIIB というのが今、準備されてるじゃないですかイギリスがアメリカを裏切ってすすごいですねかイギリスヨーロッパが全部裏切って入ってったでしょ、はい、だからイギリスの裏,裏切りがすごくて私は感心しましたイギリスはさすがに外交に長けていると見事に裏切るなと思いましたけど日本は裏切れなかった唯一の国じゃないですかアメリカをでそれがよほどやっぱりオバマは良かったんですよ。 裏切らなかった裏切れなかった日本が好きなんですよ。 裏切らなかったというより,りう裏切れなかった裏切れなかった,、ね、裏,切かった裏切る能力がなかったそう,そうですね、うん、だから裏切れなかった日本なんですあ<の>では武というよりも能力,か能力でアメリカからすると日本が裏切らなかったことはやっぱりいいんですアメリカからしたらよかったんです大きいですよね大きいですだって中国にとったら本当は日本にあの参加してほしいというそれでぜひそうですねお,お金持ってますからやっぱり、はあ、アメリカと日本が入った方がいいんですけどもちろんお金いろんな意味ででも日本はまあ 裏切れなくて入れなくてアメリカと一緒に孤立したのでアメリカは孤立した二人で仲がいいわけですよね。はい。そそれはもう手厚いんですよ。<laughs> 日本よ,よく裏切らなかったなっていう。<laughs> 本当ですよね。ドイツもあのそしてえー、フフランスも,フランスもそうですよね。もちろんフランスはだって最初から、はい、アメリカ嫌いですから。はい。イギリスの裏切りがすごいと思います。ま率先して,って っていうところがすごいです,、ね、ですね。その外交力すごいですよ。あ,あ、本当ですね。ええ、あの皇太子が行ったと思ったらあれっていう、ええ、そんな感じですね。なんかアメリカとイギリスの同盟っていうのは、その日本がモデルにしてる同盟ですけど、もうあのイギリスアメリカ同盟を超えたかもしれません。日米同盟は実はアメリカにとっては、はい、イギリスよりも日本の方が大事になったかもしれない。あ,あ、そうかこれで。それは世界の情勢を見ると。ええ きっとあの位置関係からもそうですよね、はい、なんか日米同盟は、A、英、はい、米同盟を超えたかもしれません、そのじはい、アメリカにとっての重要性っていう意味では。はい、だから今回、ものすごいもてなしようなんですよ、<の>もう信じられないような、あのオバマ、<laughs> 冷たいオバマがあんなにもてなすのかっていうね、はい、恥ずかしいなっていう、はい。<laughs> オバマさんもちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしいです。まあ互いに恥ずかしいですね。恥ずかしい。ハイまで読んでという感じですね。そうですよね。全くまあ大変だなと同情しますけど、あので議会演説をしましたよね。でいろんなことがあるんですよ。内容的には私は不満だらけですけど、恥ずかしいんですと私は思いますが、小林しのりが愚劣だと言ってますけどね。はい。あの小林しのりが。はい。内容はどうこうどういうところが うんというか内容はないですよ基本的にで問題なのは問題なのは要するに安全保障法制の改変を成就しますって<ー>議会に法律を提案する前から言っているんですよもうこれはこ,これは,はもっとあのいろんなニュース番組でそれが報道されますがあのやはりそういうことをもっと あの言うべきですよね、そこがおかしいえだから普通に考えて、日本は主権国家で,で、議会があって、民主主義の国家で、議会に法律も提出していない、審議もしていないのに、何も決まっていないのに成就させますっていうなんか公約をしてしまうっていうのは、まあ、政治的な表現、まあ、政治家としてのそういう、まあ、まだ国会で全く議論のかけらもないのにというところですよね。うんええ つまり日米関係の従属ぶりがすごいじゃないですかこれ。ね、ある意味で日本ってそんなに従属してるんだっていうことを感じざるを得ないので恥ずかしい本当ですね、うん、あの今日もしかし安倍さんは、うん、あのそんなあの国内の世論はどこ吹く風という感じで、うん、今日もなんか楽しそうに。 いろんなところを活歩してらっしゃいましたけども、はい、さあこの後もお話はまだまだ続きます はいグリーンコミュニケーション今回の、えー、コメンテーターは金島明子さんです引き続きよろしくお願いいたしますさあ、あのー、アメリカあの安倍首相の言うそのまあ、えー、外務省から引き継いだというところがありますがあの積極的平和主義と金島さんがあの憲法学者というか金島さんとしてお考えになるその平和主義との違いというのは。うん うういうところにあるんでしょうか、はい、あの日本国憲法の平和主義ってよよく言いますよねあの日本国憲法の前文とか、ま、前の前文とか9条に書かれているところにあのいろんなその平和に対する考え方が述べてある日本国憲法にでそれは日本国憲法の平和主義と言っていいと思うんですがあのでそれをよく読んでいくとよくある誤解というのはあの一国平和主義だとか、ね、消極的平和主義だっていうふうな誤解がある。 憲法に書かれているやってきたことは実際それに近かったので<ー>冷戦の間つまりあの冷戦が終わるまでの時期の日本っていうのは確かに消極的平和主義一国平和主義っていうところそういう面がありましたでそれは侵略国家だったので日本が引きこもることが世界の平和だったんですよそれはしばらくの間はですね。 だからそれはある意味でしょうがないというかやってきたことを考えればそうでも日本の軍事力が日本の自衛隊が世界に行くことは別にしてただ世界の平和のために日本の政府とか日本の市民が軍事によらないで貢献する軍事に寄らないでいろんな仕事をしていくということは実は日本国憲法から読み取れるわけですよ。 それは日本国憲法の趣旨としては決して日本列島に引きこもって世界で何が起ころうが知りませんよっていうことじゃないんですよ。憲法を全部読めばそれははっきり分かるんですよ9条だって日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しって書いてある。日本国民はなんか正義と秩序にかなう国際平和を求めるし積極的に行動するっていう国際社会において明ある地位を占めたいと思うっていうことを言っている。だから あの何もしないっていうことは決して意味してないんですよ、ですから、何かすること私予定していると思うんですね、だから私の言葉で言うと、日本国憲法の平和主義は2つの面があって、それはしない平和主義、つまり戦争しない、武力行使をしないこれまではそういうしない平和主義でこれ、これからもそれは重要なんですよ、はい、武力行使をしないで、同時にする平和主義。 武力によらずに何をするのか平和っていうのは黙ってればできるものじゃないんですそれは絶えず私たちの行動によって作られていくものなので紛争を起きますからその紛争をどうやって武力によらずに克服していくかっていう問題があるわけですよねで何ができるかっていうのが我々の課題であり挑戦なわけですよでそこは不十分だったと思うんですね私は今までだからあの自衛隊を送るっていうオプションしか出てこないわけですよ政府から でもそれだけじゃないさまざまな行動がありうるわけです平和主義の動の作る作る,作る平和、はい、する平和和すです、ねはい、でつまり軍隊でない市民が何をできるかとで私は NGO 活動が大事だと思っているんですが市民の自発的な平和を作る活動で世界中にたくさんあるし日本の市民もやっていること私もやっていますけどという意味でそういう意味でそれは私たちの積極的平和主義日本国憲法の積極的平和主義というのはちゃんとあると思います。 自衛隊を派遣するのではない積極的な行動はできる。だからその面も強調しなきゃいけないと思うんですね。私は。はい、あの安倍さんはその。 自衛隊が世界に向かってこう行動を展開していくという、うん、そういう感じでこう張り切っておられましたが、はい、あの自衛隊がその世界に出て武力ではなくてできることって例えば、どういうことがあると思われますか例えばネパールの地震で国際緊急援助隊というのを送ってますけど、はい、だから例えば、自衛隊が武器を持たないであの武装しないで緊急援助隊的なことはできると思いますしで実際、それやってることですよね。例えば あの東日本大震災の後にあのにいろんな救援活動やりましたよね、ねだからあの手のことを国際的に展開することは十分できるので、はい、でそ,それは一つだと思います、それは一つだし、あとはやっぱり NGO だなと私は思いますけどね。あそうですか、うん、はい、はい えー、さあ、安倍さんがこの日本に帰って一体どういうことをその国会の中で、えええー、展開していくのかっていうのは、非常に興味深いところなんですが興味深いっていう評論家的な態度ではだめ <laughs> で、はいそ、そういう傍観者的態度ではだめで、だからだこ、これからの日本の将来を決めるので、はいあの、興味深いっていうよりもっと切実な。<laughs> いや、あのー、すごいですよね。 外国の特派員、安倍政権のメディアへの介入ぶりっていうのは、安倍政権っていうか、安倍政権っていうのもあるでしょうけど、外務省ですよねそうなんですか、あれですよ、ドイツの特派員の方に、意見を聞くなら、この人にとか。賄賂もらってんだろうとか中国からとか、それもひどい。 あ,のあまりにひどい言い方と私は思いますジャーナリストに対して本当ですよね、ええ、あの自分を批判され批判する人をその排除するっていうことは非常に危険なことですよねあそれは民主主義の対局でしょうあ,あそうですか民主主義で、はい、民主主義は大事でしょうそれは安倍さんだって大事と思ってるでしょだったら言論の自由の保障って決定的ですからね本当ですね、はい、やっぱりそういう世の中がこう戦争に進んでいくっていう そう危険性があるということですね。えー、さあ、はい、あのこれからも君島さんと私で、はい、あの監視していきましょう。<laughs> はい、はい、わ、はい、かりました。<laughs> はい、ありがとうございました。君島明子さんでした。皆さんさようなら。はい、さようなら。